いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日も私は東京ゲームショウドゥームルウィッチに来ています。お土産をなんかチェックしたいと思います。去年の TGS リポート見てくれた方には、見てくれた視聴者のみんな覚えてるかもしれないんだけども、あれ何？なんか同じようなのしか売ってないんじゃないの？違います。もちろんその新作タイトルが出てたりね、リニューアルしたバージョンの商品をいろいろ売ってるんですよ。アイテム屋さんに行きたいと思います。RPG みたい。これモンハンのキャラクターだよね。3000円を買うと、缶バッジをね、一つね、もらえるんだって。あれ、よくない？メガドライブ型のトートバッグ。これいいの？ 3800 円。いや、お手軽だし、記念にもなるし、なんかちょっとかっこいいな。私買っちゃおうかな。スクエニさんの物販コーナーもこんなに人がいっぱい並んでますね。なんでこんなにいっぱい人が並んでいるのかというと、やっぱり今日ここでしか買えないグッズが売ってるからなんですよ。今日この日を逃すともう来年じゃ手に入らない。今来たんだったら買わないともう二度と手に入らない。レアアイテムがあるから皆さん一生懸命並んでらっしゃるんですね。でも気持ちすげえわかる。私もコレクターだから。私アゲムさんの商品ちょっとチェックしたいです。面白いもんなるかな。あ、なんかおみくじもある。えい、アイリムさんの。さあ、末吉。もういいやん。はい、オッケー。これで大地震が来ても大丈夫。はいはい、すいません。売り切れてますよ、スポーツタオル。大変、売り切れだ。ガポコンさんのお店は人気商品いっぱいあるんで、見てこの長蛇の列。何分待ちですか今？今120分待ちですね。だいたい中に入ると皆さんどのくらいの時間帯こう悩んだりとか帰ったりしてるんですか？でも10分から20分じゃないですかね。なのに120分待ちですよ。ゲームショー終わって閉まっちゃいますよ。大変大変。これバイオハザードの商品がこうガーって並んでるのが見えますね。これ映画が18日からディズニーレーション開始です。またこの何でしょうね、スターズの洋服買えます。なんと値段が34,440円。クオリティもちゃんとしたものです。でここはもう全部ソールドアウトです。並んでいても買うことはできません。もう全部売り切れちゃいました。東京ゲームショー2日目が終わって今会場出てきたら、なんとなんとのびっくり、オレルヴァンパイアのエキゾチカちゃんとレブマンがこんなところに。何やってるんですか今日 TGS で。いや、なんか明日のライブのリハーサルで。明日のライブ？どういうことなんでしょうかね、レブマンさん。翻訳お願いします。ですね、明日はなんていうの、何ステージっていうんですか、メインステージみたいなところでライブがあって。緊張してますか？いや、なんて言っていいかわかんない。急だったので、もの急にあって本当に急なのよ。別に約束しだったわけじゃなくて、本当にたまたま仲介してくれたのがなんとこの人。こんにちは。自己紹介お願いします。アキラどういう関係なんですか？どういう関係って、私がなんかちょっと紹介したどういう関係なんですか？なんか飲んだりしますよね。飲み友達。飲み友達のあれですよ、コナミさんのビートマニアでもオーラルヴァンパイアの曲がなんと。そう、やってます。オーラルヴァンパイア、エクゾチカちゃんのファンにメッセージをください。ライブね、見に来れないと思うんですけど、ぜひ明日は取材ぜひしてもらって、ね、流してもらえたら嬉しいかな。さっきエキゾチカちゃんが言ってたのはこれですね。ほら、これの聞いてくださいよ、新曲ですよ。もう私なんか仕事もいいから早くコンサート行きたいな。エレクスも仕事さサボっちゃわない？もう楽しみ。はい、ただいま午後の18時、 TGS が終了して1時間が経ちました。今日ね、これから何があるのかって言いますと、 GMT ゲームミュージック TGS 2008があります。私も早速コンサートに遊びに行きたいと思います。人いっぱいですね。そっちまで、このさっきまで1時間前までは TGS でお客さんがいっぱい入っていたんですよ。もうでも電気も消えて、もうあと残すはコンサートのみ。チケットをお持ちの方はそのまま右の方へお進みください。楽しみですね。
です。なんか来ましたね。でもジョシカちゃんやっぱり素晴らしかったですね。もうオーラルヴァンパイア大好きです。ということで、買い物するのも大変という東京ゲームショーですが、面白い商品はあったでしょうか。私もね、今度お金を持ってもう初日に朝から買い物に行きたいと思います。待ってろ、来年フグでコンビブレー。